今まさに日本で2番目に高い標高3193m の南フトンアルプスに登山家のチャイちゃんが登頂に、あ、チャイちゃんが見えてきました。すごいです、南フトンアルプスにチャイちゃんが登頂成功です。以前悪天候によりやむなく途中下山となってから丸5年再度の挑戦で成功です。今アップの映像が届きました。あれ、なんかおかしいですね。何かトラブルじゃなきゃいいんですが、ここから見ると焦ってるようにも見えます。今情報が入ってきました。頂上より雪崩が発生してきてるようです。これはまずいです。何か手立てがないんでしょうか。まずいです、雪崩に巻き込まれます。おー、これはすごいです。間一髪のところで隣の日本最高峰の無印ラック富士山に飛び移りました。これはすごいですよ。日本のナンバーワンツーの山を一瞬に制覇しました。登山家チャイちゃんはおピンチをおチャンスに変えました。